でこっちが、はい、そうです、総ブランド、そうです、あの一番高いとこと一番安いとこと、まさにここです。そのまんまや、そのままですね。これユーズ、そう、ここで歌ってたんです。あー、ほんまですね、これユーズです。はい、レモン、レモン弾き語りデュオレモンユースじゃなくてレモンになったのすごいですねこんな、何ですかこれ。聖人とこ、聖人とこ、今日はゲーム実況だよということでですね、ゲストのですね、49歳無職、はい、元カリスマホスト、はい、三島浩司氏に、はい、来ていただきました、はい、っていうのはゲーム実況するんですけど、その龍が如くセブンね、今ガイデン出てますけど、はい、1個前の、セブンでですね、まあ、伊勢崎町、はい、ちょっとこの間リアルに案内してもらいましたが、はい、下りなかったところをですね、はい、龍が如くの中でしてもらおうと思ってますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、そうか、もう一個言うとかなかは、49歳無職元カリスマホスト、はい、嫁さんは26個下の23歳、はい、三島浩司やな。はい、無職です。よろしくお願いします。今日も奥さんに言うてきたんですが、はい、行ってくる。頑張ってこいって言われました。ああ、そうです、はい。ありがとうございます。いや、もうできた奥さんでね、はい、この間飯誘ったらね、ありがとうございます。これで行っておいでって5万円くれたらしいよ。そうです。本当に。恥かかしたくないからって言うて嬉しかったです俺本当に。5万円でもそのまま返しました。奢ってもらったんでありがとうございます。いえいえいえ、あ、5万円返したんですか。返しました。ああ、偉いですね、はいはい、じゃあゲームやりましょう、はい。ちなみにですね、はい、8、はい、予約してます、はい、この公演わかる。この公演は場所はわかるんですけど実際はないんですよ。ない、ないです。これはもうないです。この間だからロケするとき止めた駐車場がここですよね、はい、はい。鶴亀橋を渡った左が日の出町駅ですか、ね、日の出町、はい、あ、ロケ始めた、はい、そこです。ほんでこっち側が、はい、ストリップ小屋とかの、あ、そうです、そうです。ここです、この辺がね。だからストリップ小屋とか行けないです、はい、うん、で僕は誠司さんと一緒に行きたかったゲームービーがすぐそこら辺です。あそこら辺がゲームービーです。あ、この辺が、はい、そこら辺です。あ、ほんほんほん、はい、ほんで美空ひばりさんの銅像がここや、はい、そこです。おもろいな、はい、ほんでずっとあの橋福、向こうの福徳橋のとこに、そこがあのスナックのあの川沿いにある、はいはいはい、はい、商店街です。そういうの本当にありますね。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、お願いします。はい、ああ、そうですね、誠司さんの、うん、ここはパーキングでしたね。そこ、ここやろ。はい、そうでした。ここパーキングでした、はい、うん、はい、もうめんどくさい、もう強いんやから、もう俺の番だな、気合い来いよ、めっちゃ強いんだな、こっちは。これはちなみにね、スタッフのデータでやってます。もうそっくりやんな。そっくりですね。ほんま誠司さんが言われたの分かりますね。そうやろ、はい、ロケ中 でこっちが、はい、そうです、総ブランド、そうです、あの一番高いとこと一番安いとこ とまさにここです。これもそのまんまや、そのままですね。ほんでそこの右が僕が店やってたっていう、はい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 、そこですね。店ちょっと見ようか。はい、でもこれはちょっとちゃうな。これ西通りっていう僕のとこはないんですね。ないか、ないんですね。ないか、ないんです。あ、多分ちょっと小さくしています、ね、なるほど。でもほぼ一緒やな。一緒です。もうびっくりするように似てますね。で僕は通い詰めたこのラブホテルですね、これが。あ、はい、なるほど。あ、そうです、通い詰めた言うてたね。はい、それです、それです。でこれがあの例の飲み屋。そうですね、です。これは全くも一緒ですね。これすごいよね。一緒ですね、すごいです。これはほんで
向こうが野毛やもんな、はい、そうです、野毛です。これがこれでは行かれへんけど、ああね、いやこれでは行かれへんけど、はい、すごいなこれ。でもようできてんな。できてますね。なんか宇宙から、ド派手にぶちかませ、宇宙からすごいですね。こんなんですか、これなかったですね。どういうの、そうでしょ。なるほど、これでもう一撃で街が終わっちゃう。そうですね、なくなりますね。また敵だ。これ中もね入れるんですよ、はいはい、上も上がれるんですよ。はあ、こっちも行きたかったね。え？こっちも行きたかったね。そうですね。共同のね、共通のトイレがありますからね。にね、あります。でもここはなんか撮影するのとかちょっと面倒くさそうやけどね。そうですね。いろいろ言われそうだから。はい、ねえ、ここはガチャガチャ言われそうですよ。この辺はどうなんですか。やっぱりこういう古い飲み屋が実際ありますね。実際ありますか。すはい、はい、この喫茶店にみんな集まってこのゲームの中ではね、はい、情報をね、はい、収集してます。これにでラボホテルが出てくるでしょう。はいはい、ラボホテルこっちだったかな。はい、あれですね。で、はい、そこを右行ったら美空ひばりさんが出てくるんですけど、多分右行きどん詰まりになるんですかね。そうかな。 あ、こういう風になってるんですね。こうなってますね。ここは違いますね。あ、ここは違いますか。まっすぐですから。こういうのもないですか。これ似たのもあります。あ、ありうんですか。やっぱあります。へえ、そうですね。今右の方、うん、ずっとまっすぐ行ってもらえたらちょっと。このスペースもありますか。あれないですかね。これあります。実際ありますよ。あ、そうですか。そこの郵便局利用しましたから。はい、こっちが小金町です。あの日本三大町の間の一つ。はい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 。でこのゲームの中でもそっくりですか。ありますね。もうちょっとほんま距離あるんですけど、かなり手前からスタートになってるんですけど、はい、こんな感じです。本当にこれが全部そういうことだね。そうでした。これが全部そうですよね。2階で、はい、2階でっていう形ですね。1階は飲食店っていう形で、設定は飲食店とかでしょ、はい、でもあのピアの方、あれピアっていうのはあれパチンコ屋なんですね。あの向こうの赤い看板が、はあ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 、はい、であそこは伊勢崎モールっていう、実際伊勢崎モールっていう一番大きな通りになるんです。一緒に誠司さんと歩かせてもらった通りなんですけど、はい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 、ほんでもう一本手前右が、はい、あの親不孝通りっていうとこで、あの、あ、ありましたね、すき焼き屋さんがあったとこですね、はい、これが親不孝通りです。はい、無料のとこありましたね、はい、似てますね。でもだいぶじゃあ通り端折ってるよね。端折ってます。結構ね、はい、この寿司っていうとこは大体あれですね、新井屋っていうそのすき焼き屋さんですね、はい、ここがここですね。場所はここですね。へえ、はい、それっぽいやっぱ作りになってるやん、はい、なってます。もうちょっとまっすぐ行ったら寿町っていう三大ドヤ街なんですよ、はあはあはあ、そこまで行けないと思いますけど、はい、ですぐそこ左に建物あるんですけど、はい、あれ本当は左はあれ銀行なんですね。あれがこれが、はい、これがすごいのが2ヶ月に1回僕はあの家仕事終わって家帰るときに何十人で聞かないぐらいの老人がいつもそこに朝の8時ぐらいにいたんですね。でなんでかなと思ったらあれやったんですね、生活保護の支給日やったんですね、うん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 、それをもらうためにいつもあそこら辺にブワーッとおじいちゃんおばあちゃんいましたね。へえ、でその後パチンコ屋寄って、パチンコ屋行ったりで負けて、もう終わって負けたり、まあ、風俗行ったり、そうなんですね。へえ、あ、ほんで映画館もあります。これも映画館あります。実際あったあったあった、はい、これ俺言うてたやつやんか、はい、この喫茶店もあります。名前は違いますけど、はいはい、なんかそういうそれっぽい。あ、こんないっぱいあるわ。わ、俺映画こんだけやってへんわ。いやこれだから、ね、眠くならないように起こすゲーム。
だから羊なんですね。そうです、そうです。言うたら終わるだけ。すごい。寝てしまった。うん、今のあのガチャガチャってやったらな、全部ダメになる。一回ミスしたら、これをずっと やるだけです。これは。ここが商店街でしょ。はい、まさに。はい。はい、大きな、そうです、ほら、そうですね。で、まあ、このまままっすぐ行ったら関内駅っていう、実際は関内駅っていう、はい、関内です。はい、で越えたら、その関内駅越えたら横浜スタジアムっていう、うんうん、はい、球場なんです。これ確か関内までは行けたはず。はい、あ、ほんでこれユーズ。そう、ここで歌ってたんです。あー、ほんまですね、これユーズです。はい、レモン、レモン弾き語りでよ、レモンユースじゃなくてレモンになったっていう。あっちが山下湖。そうですね、山下湖ですね。あっちが山下湖。はい、はい、わあ、あれはもう実際神奈川県民ホールっていうコンサートとかある。あ、そうですね、もう似てますね。これはほら、はい、山下湖やで、ね、そうですね、氷川丸っていう。氷川丸、はい、氷川丸ですね。氷川丸止まってますね。皆さんご存知。そうですね、これはクリスマスの季節はもういっぱいカップルいますから。あ、そうですか。はい、でマリンタワーですからね。マリンタワー、はい、で位置関係ちょっとおかしいけど、はい、これがホテルグランドだと思う、ね、そうです。あれです、マッカーサーとかが泊まったね、はい、ナポリタン発祥のって言われてますね。シーフードドリア、そうです、そうです、ナポリタン、ここです。プリンアラモード、そうです、発祥ですね。発祥の、はい、まだありますね。あります、あります、たまに行きます。あ、そうですか、うん、ありますね。ここももうそっくりやもんね。そうですね、よく行きました、僕も。そのまんまやもん、はい、でも中華街で一番流行ってた店って、うん、寿司三昧でしたけどね、意外と寿司屋さんが一番流行ってましたね。あ、この俺よく行くのが、はい、この大きい駐車場の前の、はい、ありますね、 お店。これだって本間の駐車場もっとでかいもんね。でかいです、もっと上に。7階建てぐらいね。はい、中華街って僕は行った時って本当にやっぱりあの高い店と安い店っての差が大きいんですけど、安い店で頼んだ時ってもう店員さんがあのウェイトレスさんがザーサイ食べながらいつもポコーンと出してくれましたね。すごいんですよ、あの最初行った時の中華街の思い出。ザーサイ食べながらパーン掘ってきましたね。安いんですけどね、その代わりは。いや、だから結局、はい、安いとこ行ったらあかんっていうことだな。安から悪からなりましたね、うん、でも今中華街で栗を剥いてあのくれる無料でくれるおばちゃんも減りましたね。いないですね。え、何それ。前は1個どうぞ1個どうぞっていっぱいくれたんですけどね、栗を。はい、栗を。へえ、味見栗な。はい、僕はいつもこの町で栗いただいて風俗街で女性の栗。ああ、最低やな。大体そんなお前のトーク。すいません、あえてお前と言う。今のは当然です、当然です。横浜の人のさ、はい、車って、はい、変わった車多ない。あ、そうですか。特殊 なんか まあ、スーパーカーとかもまあそうか分からへんねんけど、はい、なんかちょっと変わった。せいじさんクラシックカー多いって言ってましたもんね。そうですよね、多い気がするね。俺、僕のイメージは東京はベンツが多くて横浜は BM が多い、あの僕のイメージなんですよね。へー、あ、そうですか。そうですね、横浜の金持ちの人って BMW が多い感じがしますね。こういう薬屋さんもあるよね、はい、実際 ね漢方が多いですからね。漢方がね、ほんまに、はい、じゃあもう横浜はもうこれ全部行ってしもたさかいに。はい、で、バカな大人なんですが、ぜひぜひ引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。